オーガスト・アンハイザー・グッシー、ブッシュ・ジュニアは、アメリカ合衆国のビールメーカー、アンハイザー・ブッシュの元会長、大リーグセントルイス・カージナルスの元オーナー。父、子、孫とも名前が、オーガストであるため、しばしば、グッシー・ブッシュと表記されることが多い。アンハイザー・ブッシュの創業者であるアドルファス・ブッシュの孫で、ある。1953年にセントルイス・カージナルスを、買収して、 オーナーナとなる当時カージナルスのオーナーであったフレッド・サイが脱税で有罪となり当時のコミッショナーフォード・フリックが身売りを命じアンハイザー・ブッシュが買収したのだった製品の宣伝のために MLB 球団を買収した走りとされる買収時にブッシュは私はスポーツの角度から取り組むつもりだバドワイザーの宣伝の武器にはしないと表明していたのだが 実は、アンハイザーブッシュ社の会議において、バドワイザーの宣伝の可能性を根拠に、球団の買収を正当化していたからである。そして、本拠地球上の名称を、バドワイザーパークにしようとしたが、ナショナルリーグに拒絶されて、ブッシュスタジアムに落ち着いた。オーナーとして、暴君的な性格を指摘されることがある。1970年に、いわゆるカートフラッド事件が起きた。 これは、カート・フラッドが1969年のオフシーズンに、フィラデルフィア・フィリーズとカージナルスとの間で、フラッドを含んだ複数トレードが実施されようとしたが、フラッドが、自らが商品として取引されていると感じて拒絶し、裁判を起こしたものである。フラッドが、トレード要因にされたのは、1968年シーズン終了後に3万ドルの、昇給を要求し、 ブッシュが激怒したからであった。トレードを通告したのは、球団の下っ端社員であった。ブッシュの名誉背番号、85。セントルイスカージナルスの永久欠番に1984年、指定。とはいえ、カージナルスの功労者としての顔も、確かにあり、60年代当時、カージナルスは、ナショナルリーグの中でも、黒人選手がいない。 唯一の球団になってしまっていたが、ブッシュのバドワイザーは黒人の労働者諸君にも愛意にされているというコメントにより、ルーブロックやボブ・ギブ・ソンらの獲得に成功し黄金期を築いた。1984年にその功労を称えられ、カージナルスより背番号85をブッシュの永久欠番として表彰されたが、これは表彰された。 当時のブッシュの年齢であった。1989年9月29日に、肺炎により逝去。90歳の伝授だった。四足に、ブッシュの後を受けて、アンハイザーブッシュ社の社長、会長となったオーガスト・ブッシュ3世がいる。A.B. アンドリュー・ジンバリスト、9界裏、西マンルイ野球ビジネスと、金道文書院、インターナショナル、1993年。 P72 ジンバリスト P73 ジンバリスト P86 ロジャーエイブラム著、大坪正則館役中尾ゆかり役実録メジャーリーグの法律とビジネス大衆館書店2006年 P63 ありがとうございます